目を3往復から5往復します。こんばんは。今日は本題に行く前に前回の動画のクイズの答えからやっていこうと思います。前回のクイズの答えは抗菌、顎の筋肉になります。顎の力は結構思ったより強くて、歯ぎしりとかすると歯がすり減っていったりとか、重いものを持ったりする仕事だったり、バーベルやダンベルを使って、こうウエイトトレーニングなんかをしてると意外と歯が薄くなってきたりとかします。で、まあ、ボクシングとかみたいな、打撃系の格闘技とかやってると、歯が消耗してきたり割れやすくなったりとかしてくるので、スポーツとかしてる人はマウスピースをしたりするのも一つの手段になったり、最近は睡眠用のマウスピースで歯ぎしりを抑えるとかもあるので、まあ、そういうのを使ってみたりとかすると歯を守ることができますね。というのは、とりあえず置いといて本題の方へ入ってつなげていきたいと思います。顎が歯ぎしりとか歯を食いしばる癖がある人、特にこう力を使う場面じゃないのにぐーっと噛んだような、力を使っている人って結構いるんですけど、そうやってくると首に力が入ってきて肩が凝ったりとか首が凝ったりとかっていう風なのにつながっていきます。上半身がこう割と緊張したタイプの人は顎に硬さがあったりとかする人が多いです。なので顎をマッサージするだけで首や肩こりが消える人っていうのもいます。では自分の顎の、硬さを知るには口を大きく開けてみたり、横へ顎をずらしてみたりするとどっちに動きにくいとか動きやすいっていうのが分かるので試してみてください。で寝たままできるこの抗菌のマッサージを過去に出しているので、リンク貼っておくのでそちらもチェックしてみてください。ということで今日は、首肩のマッサージをやっていこうと思います。で手でやるパターンとマッサージボールを使ったパターンを2つ紹介していきたいと思います。そして今日は新しい道具を使ったマッサージも最後に紹介していくので試してみてください。それではマッサージに入っていきましょう。では、まず手でやるパターンからやっていきます。手でやるパターン、まず首からやっていきましょう。ね、ちょうど首の骨と筋肉の間に指を置いて、でもう片方はその筋肉の上に置くような感じにして、下を向きながらぐーっと手を下から上に頭の付け根まで上げていきます。これを3往復から5往復します。肩をやります。ちょうど僧帽筋というのがあるので、ここに段差がちょっとこう触ってみるとあると思います。その境ぐらいに指を置いて、でこの肩を下げながらぐーっと腕の方までスライドさせていきます。3から5往復やってみてください。で最後に首、ちょうど耳の後ろのそこに頭のくぼみがあると思うの でそこを押さえながら頭を反対の方向に下げていきます。ちょうど左を押さえれば右斜め下を見るような感じでやっていきます。手でやるパターンはこの3パターンになります。次はボールを使ってやっていきます。ボールを使う場合は壁を使います。壁にボールを置いて肩で挟みます。でこれで上下すると、あと体重のかけ方で圧力を調節してください。硬いところがあったらこのボールの黒い硬いところに当てて小刻みにこう動かして硬さを取っていってください。
対側も同じようにやります。でボールを使った場合は肩甲骨周りとか背中の方もできるので、背中の方が張りやすい人は背中と壁でボールを挟んで上下させます。でこれをちょっとまあ上の方に持ってくれば首の方もできるので、ボールがあると手でやるよりは簡単にできるかなと思います。では今日最後のマッサージ方法を教えたと思いますが、今日は新しいのを用意しました。じゃん、このマッサージ方法です。これは、この土台の中でボールが動きます。でこれを使うと手などにも押さえる力が必要だったりとかして、手が疲れるとかもあると思うし、マッサージボールだと大きすぎて、壁を使ったりとかをしないといけないので、場所によってはできないとかいうのもあると思います。これがあればマッサージボールの効果を出しつつ、楽に手でやるよりも同じようにできるという利点があります。これボールを押さえつけて転がすと、こうするとさっき手でやった場所同じようにできます。首の後ろも同じようにできるので、かなり気軽に使ってもらえると思います。押さえておいて動かすこともできるので、これは非常におすすめです。こう手とかできるので意外と使い勝手はいいんじゃないかなと思います。はい、今日の、ね、マッサージ肩こり首こりがある人はぜひやってみてください。で一つ注意点としては、今日の肩こりはマッサージはこれ肩こりで肩が上がりやすいタイプの人に向いた、マッサージとなります。なので自分の肩を見た時に肩が凝る方が下がってる人っていうのは、もう筋肉が圧迫して血管を圧迫してしまっている可能性があるので、今日のようなタイプのマッサージをすると肩こりをよりこう肩こりをしやすい肩を作ってしまう状態になる可能性があるので、今日のマッサージは避けてもらって同じ箇所をつまむようにしてみてください。ぐーっとつまんで肩を筋肉をこう引っ張り上げるような、ひっついた筋肉を引っ張り上げるような風にしていくと肩こりがしにくい体になります。なので、ね、一口に、ね、肩が凝ったから押さえつければいいとか揉めばいいっていうものでもないので、自分の肩のタイプをぜひ見極めてみてください。で肩こりは同じ姿勢が続いたりとか変な体勢が続いたりして、それを支えようと筋肉が緊張してしまって、で筋肉を血管を圧迫して血流が悪くなって、そこからこう乳酸が溜まったりとか酸素が足りなくなって肩が凝ったという状態になったりするので、まず自分の筋肉の状態、肩の姿勢とかを見極めるのでマッサージすることと、例えばデスクワークでこういう姿勢になっていることが多いなとか、丸まっていることが多いなとか、逆にこう反り返っていることが多いなとかっていうのがあれば、それを変えていくことは肩こり改善につながるので、そういった普段の姿勢もチェックしてみてください。で肩こりで、筋肉が血管を圧迫してしまって血流が悪くなる、そして運ばれてくる酸素が少なくなってくる、そしてそこから乳酸がたまるというようなパターンがあります。でそこで今日の動画のクイズです。酸素といえば呼吸ですが、人間は年間約何回の呼吸をしているでしょう。というのが今日の問題です。回答は次回の動画であげるので、次回の動画も見てみてください。それでは動画の高評価、チャンネル登録、コメント、SNS でのシェア
願いします。